皆さん、ただいま急遽動画を撮っております。ADC が4人います相手に。こんなことあるんでしょうか。そして味方のジャングルはガリアです。さあ、ビビロイヤル、サミラ。すべてを破壊します。柔らかい敵に対して最強のサミラが、相手の ADC4 人に対して、戦ったらこうなってみたという動画になります。よろしくお願いします。ということで、録画開始開始。よく喋った。なんか、動画撮りたいよね、なんかスーツ。なんかすいません、今ちょっと、突然ちょっと動画回してるんですけど、みたいな。やりたいな。日常系動画も上げたいわ。日常系上げたら見る？見ないか。やかましいわ。やばい、嘘って言って、危な。いいよ、ナイス。一発入れてあげて。いいよ。いい AA してるよ、君。リンゴ坊やさん、ヤッチョさんのブログ系みたい。ブログ？俺、ブログ？俺でもあのディスコードにめっちゃ美容系のこと書いてるで今。あれがブログにはならんか。まサブスクライバー限定なんですけどね。へへ。ルルちゃんもう食え。あんたもうダメや。食べ。ほら。いい、全部食べ全部食べ。うでね。これでルルを懐かせます。相手はヒールイグナイトか。イグゾはないけどみたいなとこあるか。おい、ジャングルルシアンがガンクしに来たって。この相手のリコールの一番最後で当てることにより相手を不快な気持ちにさせることができます。あ、自分にEつけたらさ、もうちょっと耐えれるんちゃうん、これ。自己犠牲か、まさか。あたいは自分のためには、ヒールは使わへん。いいわ、もうあんたの ADC のためや、言うて。ルルちゃーん！うわガンク来た。ミッドレーンからメガデスロケットのガンク来たんだけど。うわ、相手の構成すげえな、マジで。こんなことなるんやな。4ADC。後半は強そう。いや、弱いか。俺らドラゴンファイト負けたらもう、松代までの恥や。こういう構成ありそう。なんか、アッシュジンクスウィズリアルっていうのもね、あるよ。なんか、そのサモリフの遊ぶやつで。なんか、あの、敵がリコールしたタイミングでウルト打って全員で倒すっていう。
くるちゃん帰らんの？あれはボンさん性格悪くてくさ。でもね楽しそうだった、やってるの。なんか韓国のあれでやってたんかな。おもろそうやったで。ジャングルガリオ、ジャングルガリオ、カミールガリオできるじゃん、これよく見たら。カミールガリオというシナジーもあります。やばいこれ。ナイス。え、待って、ちょっとそのタイミングのもう天才すぎる。なんか勝ってそうじゃなかった？このタイミングの充電は天才すぎるな。麦茶漬けさん、カミールやってます。カミール？えっち、キューさん、グッドゲーム。ジジ。ハムソルさん、リアルダンクや。ダンクされた。あ、カミールやってんの？マロくん？あれは、ボンさん、しっかり落ち着けてあげて。いやまあ充電ガンク強すぎる。これ1キロしか取ってないの、さっきの。俺らが3キロぐらい取ったんかと思った。痛い、全部当たった。痛いね。あ、痛いね。痛い。でもオイラビビらないよ。リンゴ坊やさん、マルオさんフレンドの方だ。マロくん、痛い。絶対ウルト来るやん、エズノ。ワンチャン勝てます。力尽きか。ジンクスウルト来そうだな。ジンクすると来そうじゃないこれ。ヒール湧いたー。うん、充電はないな。でもね、しょうがない。これもう充電するとラグくてプレイできなくなるからね。危な、いろんなもん飛んでくんな。カミルル。レックス牧場さん、ヤッチョさん何時までする？いやーもう終わろうかなと思ってた。ちょうど。おい、スマイトで通んなよそれ。なんか性格悪くないそれ。レックス牧場さん、オケマル。うん。間に合わなさそう。
だいろんなもの飛んでくる。だいろんなもの飛んでくるって。カタリナさん、レックス君一緒にやらないと。いた。マジいろんなもの飛んでくんな。仕掛けにくいね。あ、当たっちゃった。痛い。いろんなもん飛んでくるよ。どういうこと。はいや、ドラゴン取るの。はいや、今湧いたんやけどな。さすが 4ADC。エンゲージ弱すぎてさ。ウィー、85円ゲット。ユミの Q もちゃんと避けんといてえな。もう痛い。もう一人で勝てるわ。リンゴ坊やさん、エンゲージできれば一瞬で崩せそうではある。あ、余裕だ。一人で倒せます。ルルのウルトさえもらえれば倒せます。さすがに無理。さすがに無理よ。俺は。シャットダウン。まあこれ以上ダメージいらねえな。麦茶漬けさん、申し訳ない。いやいや、俺が悪い。やりたくなっただけ今の。デスダンスでいいな。デスダンスで行こう。デスダンスあれでいいや。
俺とルルだけでペンタ取ろうや。この試合頑張ろうやルル。セガートさん、よ、ジャパン。もう俺ジャパンなの。俺もジャパンという男。敵のタワーを破壊し、敵を倒しました。一瞬です。一瞬です。プロトベルトからチュンです。回ればチュンです。すごい殴ってくる、すごい殴ってくる。終わったわ。まあこうなるよね。そりゃこうなるよね。ね、なんかそんな気するよねっていう感じの試合でした。なんかはいはい、ジジです。ありがとうございました。よし、じゃあ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。